チェーンソー、チェーンソーは、多数の小さな刃がついたチェーンを動力により、回転させて、ノコギリと同様に対象物を切ることができる、動力工具の一種である。主に林業や製材で使われる。日本語では鎖の子という。業界では、古くからの読み方で、チェーンソーと表記するが、馴染みのない一般の間では、チェーンソーと呼ばれ、労働安全衛生法や、 全国森林組合連合会、全国林業労働力確保支援センター協議会、中央労働災害防止協会など一部の関連団体でもチェーンソーと表記している。一般的なチェーンソーは本体とカッティングアタッチメントから構成される。互換性があれば異なる種類の本体とカッティングアタッチメントを交換して使用できる。本体は動力を発生させるエンジン。 または、モーターと、その制御装置、使用者が機械を保持するためのハンドル、燃料タンク、または、バッテリー、チェーンオイルタンク、各種の安全装置とそれらを格納するケースからなる。エンジンやモーターで発生された動力を受けて、回転する、送チェーンと、これを誘導する、ガイドバーからなる。ガイドバーと送チェーンは、長さ、形状、得意とする作業種類ごとに、 いくつかの異なる種類が製造されている。行おうとする作業、太い木を伐採する、細い木を伐採する、木から枝を払い落とす、丸太を切る、彫刻をする、などや持ち運びやすさ、庭で使用するのか、山林内を移動しながら使用するのかに応じて、最適なガイドバーと装置縁を選択し、同じ本体に取り付けることができる。販売店や修理店に依頼すれば、 必要なメンテナンスを受けられる。簡単な点検、整備、部品交換などは使用者自身が行うこともできる。チェーンソーはそれ自体が高速で駆動する刃物であり、さらに騒音、振動、木くずを発生させる。また、チェーンソーを使って木を切るときは、切った木によって使用者が傷つけられる可能性もある。これらの複合的な危険性から使用者を守るため、メーカーによって、 以下のような安全対策が提供されている。木をチェーンソーで切ったり削ったりして作る彫刻、あるいはその制作過程を観客に見せるパフォーマンス。チェーンソーカービング、彫刻とも言う。細かい造形ができるよう、先端を細くしたガイドバー、カービングバーも製造されている。工事や災害救助のため、工材。 コンクリート、アスファルト、石材などを切断できるチェーンソーもある。その起源に関しては、諸説あるが、最初のチェーンソーはおそらく1830年頃に、ドイツの成形外科学者、ベルナルトハイネ、ベルナールハイネによって作られた。この器具、オステオトーム・オスティートムは傾いた、小さな葉のついたチェーンの缶を持ち、骨の切断に用いられた。チェーンは、 鎖歯車のクランクを回すことによってガイド部の周囲を移動する仕組みだった。現代のチェーンソーの成立に大きく寄与したのは都の二人である。後者は1926年にチェーンソーの特許を取り、1929年にはガソリンエンジンで動くチェーンソーを大量生産する企業を設立した。世界初のガソリン動力、チェーンソーを開発したのは社の創立者、エミール・ラープ。 エミル・ラーップであり、1927年、彼も大量生産を行った。ドイツ、フェスツール社は1929年に、世界最初のポータブルチェーンソーの発売を開始した。北アメリカのマッカラー、マック・クロッシュ工業機器社もチェーンソーの製造を開始した。初期のモデルは重く、長く、二人で扱うように作られた道具であった。あまりに重いため、 それらはのように車輪を備えていることもあった。車輪付きの発電機から電線で動力を供給されるものもあった。第二次世界大戦中にはアメリカ陸軍が前線でチェーンソーを使用した。両端を二人で抱える大型のものであった。終戦後、日本を含めて各国でコピーが進んで国産化への動きが活発になり、世界的に普及するきっかけとなった。 1960年代になると、アルミニウムや金技術とエンジン設計の進歩が、チェーンソーを一人で運べるほど軽くした。1970年代には前述の防振対策が進み、さらに一般に浸透する下地が作られている。2000年代に登場した最軽量のモデルは 2.2kg しかなく、枝打ちなどに用いる長菜やノコギリの代替品としても、用られるようになった。しかし、 スキッターとチェンソー産業者の大部分が機重機にとって変わられた地域もある。日本では建築用材やパルプなどの木材需要が増加した戦後の昭和30年代から普及し、修材機と共に林業の作業現場では欠かすことのできない機械となった。ただしこの時代のものはほとんどがアメリカなどからの輸入品、ポーランマッカラーなどで重量もかさみ、 日本人の体格にとっては使いづらいものであった。チェーンソーは林業の分野においては、ほとんど完全に普通の手動の小切りにとって変わった。サイズも多様化し、小は電動のものから大は木こり用の小切りまで幅広い。軍事工学会ではチェーンソーを使う訓練を行っている。赤沢自然休養林、長野県基礎群上松町の施設内には、 チェーンソー導入の地の記念碑と看板がある。代表的なチェーンソーメーカーは、ドイツのスチール、スティル、スウェーデンのハスクバーナ、日本のゼノア、ハスクバーナゼノア、ヤマビコ、強立と信頼和が、経営統合、現在もブランド自体はそれぞれ健在などが挙げられる。その勘高くうるさい稼働音。 動力源が2ストロークエンジンなので、小排気量のオートバイのような音がするや勢いよく回転する派といった一種の暴力的なイメージからか、殺人や拷問に使われる道具として、ホラー映画、スプラッター映画の中では割とポピュラーな存在である。有名な作品として、資料の腹渡、悪魔の生贄、テキサスチェーンソースカーフェイス、シャークネードなどがある。派生作品の影響から、 13日の金曜日のジェイソンの武器とのイメージが強いが、チェンソーは使用者にとっても非常に危険なものであり、ジェイソンはチェンソーを武器として用いたことはない。ただし被害者側がジェイソンへの反撃手段として使用したことはある。ジェイソンが使用したことのあるエンジン付きの凶器は仮払い機だけ出る。また、ロボットもののアニメやゲーム、プラモデルなどでロボットの武装として、 チェーンソーが設定されている作品もある。マブラブ・オルタネイティブ・トータル・イクリプスのソ連製、戦術機な。その他、チェーンソー武器として使用する人物が登場する漫画、アニメとしては、怪物王女。これは、ゾンビですかブラック・ラグーンなどが挙げられる。ジャグリングのパフォーマンスで、ボールの他にクラブ、松明、刀剣、斧を投げるパフォーマーがいるが、さらにチェーンソーを投げる者も,もいる。 マイケル・モスケンなど、当然、危険度は非常に高い。プロレスラーのスーパーレザーフェイス、本名、トーマス・スピアは入場時に稼働したチェーンソーを振り回しながら客席を練り歩く。その結果、客は怯えながら逃げ惑う光景が演出そのものとなる。ヨーロッパのモトクロス会場では一部の熱狂的な観客が、バー及び装ェンを取り除いて、 エンジン部分のみにしたチェーンソーをチアホーンの代用品としてライダーの応援に使用している光が見受けられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。